坂東選手の場合は最初から腕の動きがちっちゃいんですよ。先になんかトップを作るみたいな、こっちですね、はい、これはですね、まあ、まさに岸君も節選手がですね、あのテイクバックがちっちゃかった、はい、まあ、節選手ほど節さんほどちっちゃくはないんですけど、まあ、やっぱりあの右手の動きに特徴的で、もうここからすぐ上がっていっちゃう、うん、はい、ちょっと降りてすぐ上がる、この時間が短いんですが、やっぱこの場合も肩甲骨をこうやってうまくくっつけることができて、はい、体の開きを